はい。おはようございます。2024年5月の2日になりました。うん、はい。デイリーコ c ランスの時間です。今日もよろしくお願いします。今日からいよいよ5日間のコネクションプラクティス基礎コース1、1> <laughs> 2>, 2、3がこのつながりの家で始まります。はい。あのね、ななんとか雨が止んでよかったな。うん、その1分間の目祷の 意味が分からないちょっと簡単に説明してくれますか。ね、初めての人もいますね。うん 1>, えー、1分間の黙祷はグローバル・サイレント・ミニット・フォー・ピース。グローバル・サイレント・ミニット・フォー,ピー・ボーボーォーピースっていう、えー、1分間の平和の黙祷をやっている世界中の人たちがいます。どれぐらいやってるのか何年かわからないんですが、そもそも始まりは えー、第二次世界大戦のすぐあとです。自分の一緒に戦った戦友イギリス人だったと思いますイギリスの兵士が二人で戦っていて、えー、親友が死んでしまって生き残った人が彼との約束でもし生き残ったら平和のために祈ろうっていうどちらかが生き残ったら平和のために軟かするっていう。 の約束して生き残った彼1 9 0 4年、もう戦後すぐだったと思います。そ,すね、それからずっとずっとそれが、バトンが渡されて、まあ、そのご本人は多分もう亡くなってらっしゃると思いますけれども、あのバトンを渡されて、今バトンを持っているリーダーの人がドットメーバーっていう、ここにも何度か来てくれているアメリカの平和賞プロジェクト、それこそアメリカの平和賞会議っていうのがあ,ったありました。全米平和ショー会議の 代表だったドットメーでまあ平和本当に平和あの、まあ、平和運動って言ってもいいと思うんですけどそうですね<の>活動のリーダー的な存在の女性が国際的な有名な人ですか、ね、その人がずっと統治を掲げていて、うんえー、平和賞の時もそれからデニスクシニッチという大統領を作ろうっていう時も一緒に私たち活動したのでそのつな、まあ、がりからですね、うんえー、私たちがこの グローバルサイレントミニットやってる時間とその6時がちょうど同じ時間なんですよね。うん、その時間で全世界やってる。で、最近聞いたらば、毎時間毎時間やりたい人はやってるそうなんですよ。うん、だから前は、あの、冬時間は大丈夫で、夏時間は違うとかっていうのがあったんですが、それもなくなって、6時から1分間っていうのは続けて、それは全世界で平和を祈って、特にまあ戦争をなくしたいっていう、その兵士だった人がですね、 戦地で死んだ友達との約束を守ってやってるっていう、それを平和な世界を作ることにコミットするっていうかな、その祈りです。この1分間がグローバルサイレントミニットフォーピースで、その後、2分から10分まで私たちこうやっておしゃべりしてね、毎日どんなことがあったかなっていうのをシェアさせてもらっていて、うん、6時10分から20分がグループコヒランスの練習の時間です。はい、でこの時もあの まず自分が一番大事なんですね。でよく質問を送るのはコヒーランスを送るってどういうことですかっていうどうやってやるんですかっていうのを聞くんですけど、うん、あのコヒランスにご本人がなれば自動的に送られます。なので、えー、一番大事なのはコヒーランスになること、自分がその状態でいること、being、うん、being なんだね。そうですね。Doing じゃないんだね。はい。うん、それは。 私たちが今、まあ、平和っていう、ねえー、言葉が出てきましたけども、それから、えー、愛とか感謝、えー、思いやりとか、そういうものは基本的にエネルギーだというふうに私たちは捉えているんですね。で、まあ、あのー、よくバイブレーションというバイブって言いますけども、 まあ、そういった、えー、波動エネルギーっていうふうにも呼ばれていますけどもコヒーランスになるっていうことはそういった波動エネルギーに自分が何なるそそのエネルギーのこれは波動なんです、まあ、エネルギーっていうのは波ですからそれは伝わっていくんですねそれはどうやら私たちがこの誰の皆さんが生きていれば心臓が 今、皆さん鼓動してますよね。で、この鼓動している、このお、それは電流が流れるからなんですけども、そこのには皆さんの体の周りには磁場というのができてるんですね。どうやらその磁場を通して、この皆さんがコヒーランスになると、そのエネルギーが伝わっていくる。それはえーなかなか こういう表現するとわからなにくくなっちゃうんですけども、時空を超えてですね、えー、伝わっていくようだということが、えー、ある程度実験で明らかになっています。そうだから、ロリン・マクラティがいつも私たちに聞くのはね、What are you feeding right now to the field? フィールドにあなたはこの瞬間何を送ってますかって聞くんですよ。 そのフィールドっっていうののは今言った磁場のことですだからあのコヒランスじゃない時はコヒランスじゃない波動を、ね、波動というかエネルギーを送っていて地球をより混乱今混乱してますよね、うん、それに拍車をかけてることになるんです私たち一人一人の責任で今この地球が成り立ってるっていうそういう意識とか考え方なんですよねそれすごくないですか、うん あの自分一人ぐらいどうでもよくなくて一人一人がもう決定的に重要なんですよ。どんな波動でいるか何を送っているか瞬間瞬間送ってない時はないんですね。そう思うと結構、何て言うかな、あコヒランス大事だな。いつでもやろうっていう感じになってきました。からもう一つ重要な、これはある程度科学的にこれも証明されてるんですけれども、まあ、イリエ・プリコジンっていうね、 ロシアの科学者が、うん、まあ言ったんですけども、要するに、ほんの人、小さな塊のコヒーランス、うん、まあグループはあ、全部をですね、まさにコヒーランスにするパワーがあるんだね。うん、そういうことを言ってるんですね。コヒーランスの島が全体に影響を与えるって言っていました。そ、はい、それを考えるとね私たちその 世界の中のちっちゃなちっちゃなちっちゃな島、<laughs> 一つの一点ですけど、私たちがこの10分間、コヒランスを一緒に高めていくことで、え地球全体に、ねえー、影響を与えられるっていうことを、リコジは言っていました。で、そのことをね、いろんな形でやり方で表明しようと研究を続けているのがハートマス研究所です。はい、で、そのハートマス研究所の本がやっと日本で出て、半島地政党の形になって、 出ましたその出版記念のセミナーが5月の7日にあって、この中のたくさんの方がね、来てくださるんで、本当に本当に楽しみにしています。そうですね、なぜて顔をね,ね、顔を見れるっていうのね、い,いつもこうやって入、うん、るっていうのはいいですね。ズームで会ってる方のお顔を生で、エネルギーを生で体験できると思います。本当に楽しみにしています。うん ミ、はいえっと、ミュューートトお願いししまますす、はい、本直子さんからねそれでは頭心臓中をまっすぐにしてね10分間コヒランスの練習何を今この瞬間地球にフィードするかですねこれ一緒にコヒランスになってフィードするとものすごく、まあ、良き影響というかその思いやりや愛や感謝平和が伝わっていきます。

Breathe in five seconds, breathe out five seconds, if you will. Heart feeling, heart feeling of appreciation. あなたのハート、Feel your heart with the feeling of appreciation. ありがたいな、とハー、And you can ハート、e a big smile. In your heart and on your face, with the feeling of appreciation. And when you feel your heart is filled, with the energy of appreciation, extend that energy to your whole body. And if you have any part of your body with concern, you may just focus your energy of appreciation to those areas.

家族と友人を招待します。And y ランスに参加している e your family members and f r i 人 n d s there. 今、コヒランスに参加している人人一人に感謝を送ります。Extend your energy of appreciation to each one participating in this daily coherence at the moment. に感謝を送ります。 一人一人に健やかさと、心の平安、思いやりを送ります。well-being, peace of mind and compassion as well to each one on this call. 私たちが、感謝、健やかさ、 And then just feel we are united as one with the energy of appreciation, well being, peace, and compassion.

Extend that energy to the people of your continent. Extend your energy of safety and security to all the people affected by the earthquakes, wars, and violence. のすべての人に送ります。extend that energy to all the people on this planet。私たち、全員の、感謝しやかさ、平和と、もんやりのエネルギーで、地球を包みます。And embrace our mother Earth。 With all our energy of appreciation, well being, peace, and compassion. And extend that energy to all the living beings on this planet. ウチュートクリマス。Then extend that energy to our sky and universe.Igonimoitidos and energy or Givendishin de Ogrimas. And finally, bring that energy back to yourself. 気をつけます。気をつけを私たちが感謝、健やかさ、平和と思いやりのエネルギーで、お互いと地球と、どこに生きるすべての命、空、宇宙とつながったな、と感じたら、目を開けてください。 If you feel we all get connected with each other, the earth, all the living beings there, our sky and universe, with all our energy of appreciation, well-being, peace and compassion, please slowly open your eyes. Four hundred thirteen people ありがとうございます。参加してくださった皆様ありがとうございます。今からブレイクアウトルームを開けます。<laughs> この時間は行った方はですね、少人数のグループで自分の表現をしてください。自己表現というね、人間にとって普遍な大切なニーズを満たす時間です。え参加した方がみんな発言できるようにお互いに思いやってください。いらっしゃい。うん。 よくみちゃんいないんだね。うん、この時間に大概しゃべる。みちゃんはいないね。